本日から東京都議会議員選挙がスタートいたしまして、ただいま立候補の届け出を済ましてまいりました。ご紹介いただきました東京都議会議員候補の柴崎幹雄でございます。ルールお話がございます。まさにこの選挙戦、コロナ対策、川島秀夫選対本部長をはじめ役員の皆様、スタッフの皆様、まさに感染防止対策最重点課題としながら、この選挙戦のためにご準備をしていただきました。心から感謝を申し上げ次第でございます。そしてこのまた雨が降ってまいりましたが、この天候にもかかわらず、このように私柴崎幹雄の選挙事務所にお越しいただきました皆様方、熱く熱く御礼を申し上げる次第でございます。誠にありがとうございます。なんとしてもこの3期目、地域の皆様方のお力を頂戴しながら、そして今まさに練馬区長からもご挨拶がございましたが、ワクチンの接種につきまして、昨日も前川区長とも意見交換をさせていただきました。やはり加速度を上げてこれから取り組んでいくためにも、東京都といたしましても、今回補正の予算約4500億組ませていただき、医療関係者の方々をしっかりとお支えをしながら、そしてこのワクチンの接種、今月からは練馬区におきましても64歳以下の方々にもワクチンを打っていただける体制が整ったところでございます。まあ、こうした状況の中におきまして、私もこよなく自民党を愛する一人といたしまして、全国さまざまな地域で政治と金という問題も大変多くの自民党を支えする皆様方、そして地域の皆様方にご迷惑をおかけしたことを、まさにこの選挙戦、自民党が生まれ変わる、そして原点に戻る、やはり信頼される政党である自民党、私もこの選挙戦におきましてしっかりと訴えてまいりたい。特に47都道府県の中でも、東京都の政治、東京都の動き、46道府県の皆様方をはじめ、多くの自民党支持者の方々が注目をしている極めて重要な今回の選挙戦でございます。何としてもこの選挙戦、しっかりと訴えをしながら、そして私も2期8年この都議会を皆様のおかげで務めさせていただきました。この間知事が3人変わりました。今現在の知事は5年間一緒に仕事をしておりますが、豊洲市場も2年間移転して何もせずに解消したわけでございます。そしてさまざまな課題を残しながら、しっかりとやはり東京を一歩でも二歩でも前進させてまいりたい、そんな思いで今までも現都知事にはご提言してまいりました。しかしながら皆さん、地元練馬区におきましてまだ道半ばでございます。インフラ整備が、大事な大事なインフラ整備が残っているんです。大江戸線の延伸につきましても、やはり建設局、そして交通局、さまざまな局の方々も一生懸命取り組みを進めてます。しかしながらやはりこうしたこともまだ道半ばでございます。そして私が出かけてまいりました平成13年から西武新宿線におきましては、鉄道の立体化、何としても事業化に向けまして、あと一息のところまで参りました。そして大泉におきましても放射7号線という重要な道路がございます。そして東に行けば35号線、36号線、さまざまなインフラ整備、これが滞ってはいけないわけです。皆さん、そう思いませんか？それでは候補者本人でございます、柴崎幹雄による命令でございます。柴崎候補、お願いします。
その大きな片手が入りました。ぜひともございます。決まります。ありがとうございました。決まります。どうもありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。どうも頑張ります。ありがとうございます。柴崎幹雄でございます。石神井町の皆様、ただいま出陣式が終わりました。まさにこれから選挙戦でございます。どうぞこの都議会議員選挙、何が何でも地域の皆様方のお力を。